великих докладов. Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе. Я так понимаю, это режим реального. こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。ベラルーシのルカシェンコ大統領がロシアから帰国後6日ぶりに初めて姿を現しました。先日本チャンネルでお伝えしましたが、ベラルーシのルカシェンコ大統領はロシアの対独戦戦勝記念式典へのロシア訪問中に体調を崩し、ベラルーシに緊急帰国した後、公の場に一切姿を現していませんでした。ベラルーシの反体制派の情報によると、ルカシェンコ大統領は5月13日の夜7時ごろに、ベラルーシの共和国中央臨床医療センターに運び込まれたという情報がありました。今日はこのことについてお話しします。ベラルーシの反体制派の情報によると、ルカシェンコ大統領が予定を繰り上げてロシアから帰国後に緊急搬送されたとされているのは、ベラルーシの首都ミンスク郊外にある共和国中央臨床医療センターです。この映像は5月15日にベラルーシ国営放送が放映しました。ベラルーシ空軍の司令部とされる場所で、ルカシェンコ大統領がベラルーシ軍の参謀たちと会話をする様子です。ルカシェンコ大統領が姿を現すのは、プーチン大統領主催の同盟国元首たちを招いた昼食会を欠席して、急遽予定を切り上げて帰国してから6日ぶりのことです。ルカシェンコの姿が消えたと SNS で騒がれ、ドイツのメディアからはルカシェンコ死亡説まで出る中、自分が健在であることを見せるために病院から出てきてテレビに映させたのでしょうか。この映像を見た人々からは、随分と若返ったようだ、本物なのかという声や、お化粧をしているマダム・タッソー館の老人形のようだという声も SNS に上がっています。確かに別人のようにも見えますが、おそらく病院で点滴治療をしていたためやつれたのではないでしょうか。まるで老人形のように見えるのはテレビに映像取材をさせるので、お化粧でファンデーションを厚塗りにしているためだと思われます。ファンデーションを厚塗りにしなければならないのは、顔色が悪いのを隠すためだとも思われます。5月9日、モスクワで開催されたロシアの対独戦戦勝記念式典では、軍事パレードの後、出席した集団安全保障条約の国々の元首たちが、プーチンと並んで赤の広場を無名戦士の墓へと歩いていくところを演出する重要な場面だったのですが、ルカシェンコの姿は見当たりませんでした。無名戦士の墓までは300メートルあるかないかくらいの距離なのですが、ルカシェンコだけはそのたった300メートルを歩けずに電動カートで移動したといいます。そして無名戦士の墓の入り口で電動カートから降りたルカシェンコがプーチンらと合流していました。このあと集団安全保障条約の国々の元首たちを招いてプーチン大統領主催の昼食会がありましたが、ルカシェンコはそのプーチン主催の昼食会を欠席し、予定を切り上げて帰国していました。モスクワの戦勝記念式典ではルカシェンコの右手に包帯が巻いてあるのが見られたため、点滴をしているのではないかという声が上がっていました。そしてこの度6日ぶりに姿を見せたルカシェンコの右手に包帯は見られなかったものの、今度は左手に包帯をしているのが確認できます。やはり点滴をまだしているという疑いは拭いきれません。いつものような声の張りもなく、かすれがちな感じで元気がなさそうです。参謀たちとの会話をテレビ局に取材させた後、ルカシェンコは病院に戻った可能性もありますが、それについては確認が取れていません。去年11月に本チャンネルでお伝えしましたが、ベラルーシでルカシェンコの後継と言われていたウラジーミル・マケイ氏64歳がロシアを訪問して帰国直後に突如死亡したことがありました。マケイ氏の突然の死はロシアの FSB が
酵素系破壊毒物によってマケイ外相を暗殺したのではないかという噂が立ち、その後ルカシェンコ大統領は口にするものに神経質になり、身の回りの料理人や使用人、そして警備員の交代を命じたと報じられました。マケイ外相が突然死する直前の11月25日、アメリカのロバート・ランシング研究所はベラルーシ軍の指揮権を奪い取るためにベラルーシのルカシェンコ大統領を粛清することをクレムリンが計画しているという論文を公表していました。ベラルーシのマケイ外相の突然の死去はその論文が公表された直後にもたらされていました。今回放浪後に体調を崩したルカシェンコ大統領の動向が特に注目されているのにはこうした背景があります。今日はここまでします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。Очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Ну, как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая, но, тем не менее, факторы настораживающие. Повышенная боевая готовность, о которой я говорил, войска уже находятся в течение 4 суток или 3. В субботу, вот после инцидента, перевели степень готовности номер 1, и вот уже 3 сутки.